主役になります坂田銀時役小栗旬さんです。福田さんがこういうものをやりたいっていう話をしたものにかなり近いものが、ジャン君のそのまず、作ってきたもので上がっていて、それはまあ僕と久保田君で動いてみて分かりました。こっからもう結構たっぷりこうグッ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 グ。まあ本当に銀魂ならではの遊んで許されるからこそできるアクションみたいなのもあると思うので、うん、この銀魂という世界観の中ではちょっとありえねえって思うようなことをやっても許される部分があったりするので、そういうことがなんかこう具現化しているんじゃないかなっていう気がします。ガーン引っ張られたらこういうのがあると。なるほど、分かります。はい、はい、全体的にもう少しテンションかけれますか。はい、ありがとうございます。はい、よーい、はい、せーの。だって前にね、こうなってるのってあれ絶対できないもんね、引っ張られてないと。皆さん、こんにちは。この度、映画銀魂2掟は破るためにこそあるのブルーレイ &DVD デジタル配信のリリースが早くも決定いたしました。あの、銀魂が掟破りのスケール2倍で帰ってきた。この冬、最も熱く、最も笑える最強のアクションエンターテインメント、ぜひデジタル配信です、ご覧ください。銀魂2神妙にオナーに付き合がれ、侍たちよ立ち上がれ、怒涛のアクションエンターテインメント第2弾。この新鮮の身を我が物にする。心置きなく地獄に落ちるがいい。俺の守るもんは何一つ変わっちゃいねえ。銀魂2銀魂2掟は破るためにこそあるデジタル配信中。